2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたよ。北朝鮮は言うなれば世界の目の上のタンコブだからな。何かしらの対策を継続的に行う必要があると思うぜ。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視に向けてニュージーランドが P3K にオライオン対潜哨戒機を派遣した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキードマーチン社製の P3K にオライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事することになったよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているけど、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコックピットを採用した近代化版と言えるよ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇っているな。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているらしい。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたわけだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるね。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており、新たな動きと言えると思うよ。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだね。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているんだ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろうな。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われるぜ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているわけだ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、
中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうね。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたよ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘。北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているぜ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるんだよね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だよ。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうね。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたぜ。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているらしい。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルクフォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラントプファルツは中国の青島に寄港した過去があったな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるんだけど、いかがなものだろうね。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍、訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因が発表され、何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因となったね。戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのか、アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところばかりだな。そうだね。今回はそんな戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したんだ。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積材質との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、
電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことが分かったってわけ。ウェポンベイ機体内部装積載室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、ワシと衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているな。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているぜ。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積材質に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたい。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するが、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが、望ましいのではないかとの指摘があるらしい。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるらしい。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろにウェポンベイ機体内部装積材質が、存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg のワシが時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいからね。時速 900km もの速度で衝突したワシの重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたのかも不明だし、本当にワシがいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラになっていたはずだよ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清須基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側の、エアインテーク空気の出入り口にワシが衝突した、との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積材質には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。わしはこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるな。仮に、取り込まれたわしが後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるぜ。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるわけだ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したんだろうな。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だよ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、
激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたらしい。操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったとも言えるな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないのでどのような状況であったかはわからないよね。べ少量は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったんだろう。一部ではペ少量は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないのだが、もし本当にあったのならばなぜ、すぐに発表しなかったのか、不自然だぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少量は突然ドーンという音を聞いた。とあったが何の音だったかについては報じられていないし、これこそがわしが衝突した瞬間の音だったのかな。事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているな。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだぜ。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だね。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければならず、このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U だよ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみってわけだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるよ。したがって韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいけど、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だね。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるだろうね。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているな。しかし、胴体着陸をしているのだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるぜ。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと感じているよ。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいのにな。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだったチュンチョンナムドの
蘇山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因がバードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のため、チョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において、機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でも、ランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたね。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだった、と空軍関係者が説明したと紹介している点だぜ。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったらしい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいからな。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響で、ランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だと思うぜ。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから、事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたね。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら、主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだよな。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば、危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたぜ。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して、作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だよね。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、
訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョンソサン市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったんだ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないわけだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているな。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたね。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設、FACO ファイナルアセンブリーチェックアウトが設置されているのはみんなも知っているよね。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を、実行できる国際整備拠点 MROU メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場であるが、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよな。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達とほぼ変わらないため、現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。